じゃあ行きます。はい、これ緊張するな。すぐ来そうね。結構時間マリコさん、はい、昨日の夜何食べましたか？餃子です。餃子です。マジですか？食べました岩谷くん。朝起きて最初にすることは、寝ぼけながらカーテンをこうやって開けます。そこにいる後藤くん。寝る前にすることは、筋膜リリースですね。マジか。真面目か。あ、家で何してる時か。それはね、もうご想像にお任せします、ね、いや早い。岩井くん、朝方夜方、朝方かな。嘘つけよ。後藤くん、死ぬ前に食べるなら、寿司かな。かわいい。かわいい。あ、小さい頃の夢は、コックさんです。おーい、料理人ですね。おい、でもなんか青春ソングって言うか、青春ソングはやっぱオレンジレンジさんですね。沖縄の。岩井くん、告白はしたい方、されたい方？したい方です。ストレートにそこは気持ちを伝えます。もう俺初恋はいつ？小1です。隣の席の子でした。何ちゃんですか？何ちゃんですか？Mちゃんです。初デートどんなコーデで来てほしい？もうシンプルにワンピースとか白 T とデニムとか。深いな。後藤くん、恋愛で譲れないことは？ロマンチックなところかな。後藤くん、後藤くん、あなたと付き合ったらどんないいことがある？あ、いいよいいよ。やっぱ毎日愛してるっていうこと。岩谷くん、今一番やりたいことは、将棋5段まで取りたいです。後藤くん、犬派猫は多分猫アレルギーだね。犬派にしよう。あれはまだ神谷さん。自分的ツボなメンバーですか？やっぱ後藤くんはツボですね。後藤くん、後藤くん。10年後の自分に向けて一言。いい生活してるか？10年後最後に、せーの、ついっ。